どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今日はエレイン降臨やっていこうと思います。このダンジョンですね、なんと初クリア報酬がめっちゃうまくて、こんな感じで初クリアで星6以上確定フェスゲンヒロインガチャがもらえます。新キャラのクレハ、そして確定役のアウラ、さらには星6のティエラまでゲットするチャンスがあって、引かないと絶対に損ということで、今日はこちらのねダンジョンの攻略やっていこうと思います。今回完全初見攻略なので、まあ、とりあえず編成はすごい適当に組んできた編成にはなります。はい、まずリーダールフィーからです。先生とかやめてくれよマジで、おいふざけんなマジで。さあということで編成組み直してきました。ちょっとはマシになったかな。まずはリーダールフィーです。スキブと捜索家耐性武器継承してあげてます。多分リダちゃんはいらないんで遅延振っておけば大丈夫かなって感じです。遅延2つ振っといてください。ノクタリア遅延3つ振ってあげて、武器が、海馬武器ですね。これは指延長があって、かつ HP 回復漏れるんで採用してます。ここは好きに代用してほしい。例えば HP 回復漏れる武器だったらメニットとかアイノスケとか、いろいろありますし、指盛りたかったらドフラミンゴとか何でもいいので、スキブとあと指盛れる武器とかで代用してあげてください。とにかくこの会話の枠はスキブと指延長ができる会話を採用してます。ドーナです。ここはスキブ枠でドーナ採用してますが、フェスゲンヒロインってこともでかいですね。やっぱりフェスゲンヒロインキャラは全パラ5倍だからね。ドーナスキブ6でチェーン2つ上限解放、ルフィ武器継承です。でウルカ属性吸収できてフェスゲンヒロインキャラなんで採用してます。で上限解放に甘小積みで HP 持ってあげてます。でエドワードニューゲートですね、こちら遅延つけてあげて会話武器継承です。はい、でエドワード・ニューゲートの枠は遅延を3ターン以上打てる貴族性キャラですね。遅延を3ターン以上打てる貴族性キャラということで、今回はエドワード・ニューゲート入れてます。で別に貴族性最初からなくても全然問題はないので、ちょっとね貴族性がね3属性に入らないってことを意識しといてもらえれば全然大丈夫なんで、ここは3ターン以上の遅延が打てるキャラで、かつスキビ4つあれば最高なんで、スキビ4つ以上ある、3ターン遅延以上のキャラとお願いします。はい、でルフィ遅延つけてあげて、こちらバステッド武器、これは指延長とチーム回復あるんで採用してます。これ回帰力に関しては別にこのなくても大丈夫ですが、安定感増えるんでねって感じです。バッチは HP で、実際にリベンジやっていこうと思います。行きましょう。この編成で負けたらもう終わりよ。はい、まず1階層からです。とりあえずルフィ撃ってあげて1ターン3色消しで耐久します。盤面ロックも食らってるからね。1ターン耐久しましょう。はい、これでまずルフィの激減利用して1ターン耐久します。でこれでノクテリアですね、ノクテリアのスキルを貯めてください。はい、ノクテリアのスキル打ってあげてルフィ打ちます。でもう1ターン耐久、はい、でからのドーナ継承のルフィとノクテリア打ちましょう。はい、はい、ここでドーナ継承のルフィ打って2ターンヘイストからのノクタリア打ちます。はい、で5消し含みながら殴っていきましょう。あばい、なんかもったいないことしてる。大丈夫か、落ち着いていこう。で4セット組んであげれば絶対突破できますし、1階層だけに関しては3セットでも余裕で倒せますので、3セット組んで倒していきます。さあこのまま突破していきましょう。 OK。 で2階層ですね、これでちゃんとこの突破方法をするとロック目覚めもこのターンで消えますので、これでこんな感じでちょうどウルカを打てます。え、ちょっとお前ロック、あ、しん、あ、はい、なるほど。まあまあでも2ターン以内に倒せばいいだけなんで。そう。はい、こんな感じで5消し3セット含む、5消し3セット含む盤面7コンボですねを狙ってあげれば OK です。こんな感じでこれでワンパンできます。はい、5消し3セット含む横積みしてあげて組んでください。2ターン以内に倒せれば OK です。はい、この編成ね、一発クリア目指してる人多いと思うので、なかなかこの編成で周回するって言われたらもうね、ダメですよ。そんなしないでくださいね。一発クリアだったら十分大丈夫だと思うから。よいしょ。で、ここ光、組みます。火組みます。網組みます。水組みます。OK。
これでルフィのダメージ無効を生かしながら12コンボで突破していきましょう。まあ、ちなみにウルカ武器残っ、ウルカスキル残ってるんで、ルフィ打たなくても大丈夫ですね。はい。で、4階層です。ここで、やっと、エドワード・ニューゲートを打ちます。はい。ちょうどね、まず1コンボしてあげて、ノクタリアを打ちます。はい。で、1コンボしてあげて、次にジャッカドロップを消します。1ターン。邪魔なんで。で、あとは次のターンで突破していきましょう。ノクタリアを残り1に調整してあげてから突破していきます。なんでかというと、シンプルに次指現象を食らうからですね。はい、これで。絶対この全力コンボいらないけど、12コンボ組んで倒していきます。ちなみに白ひげ変身すると貴族性なくなるんだけど、あ、ウルカが乾燥してる時点で何の問題もありません。ウルカ以外で5色攻撃強化必要なキャラはいないので、ウルカが乾燥してる時点で何ら問題はないです。で、エレインですね。初手でノクタリア合わせてあげてワンパンしていきます。こいつワンパンしないとマジでめんどくさいからな。ガチだるい。よいしょ。これで、キー以外のゴゲシ組んであげて、11コンボでワンパンしていきましょう。はい、貴族性は入ってないんでね。このまま全員完走で突破できます。はい。からの、ボス。で、ボス、まず一発目はね、普通に殴るだけで OK です。はい。遅延食らいますが、問題はありません。ノクタリアの遅延3ターンさえ振っておけば、あとは、まあ、そんな問題はない。で、よいしょ。まずは HP 全回復しつつ分殴ります。水が欲しいね。これで、しっかり HP 全回復しつつ、12コンボ組んであげて、さあ、このまま 30% 削っていきます。OK。で、からの3コンボ減少を食らって、165,058 ですね。これ以上の HP がないとまずいので、ここだけ注意してください。まあ、だからこの遠征だとチーム HP を合計で、8個かな。積んでかつ HP バッチつけてるので、多分5個くらいあれば、6個くらいあれば大丈夫かな。まあ、とりあえず HP はちゃんと持ってください。で、ラスト3コンボ減少を食らうタイミングで、ドーナを打ちます。はい。ここでドーナ打ってあげると、ちょうど3コンボ加算が入って、この3コンボ減少を操作できます。で、あとはもうリダフレルフィに打ってあげて突破するだけで OK です。白ひげは任せます。打ってもいいよ。本当にどっちでもいい。打ちたかったらどうぞ。で、倒していきましょう。いきます。OK。さあまあ、これでいいでしょう。あ、まあ、せっかくだし。闇組んであげて。はい、これで倒していきましょう。っていう感じやってもらえれば。まあ、ノーコン攻略できるかなって感じです。まあ、ただ、ルフィはそんなにめっちゃ安定感あるわけじゃないから、周回編成とか使って攻略した方が楽な感じはあったけども、まあ、ぜひですね、組める人は使ってみてください。まあ、という感じで今回ですね、ルフィを使って、エレイン・コリンを初見攻略する動画でした。初見攻略は負けたけど、まあ、ちなみに、星6確定ガチャが報酬でもらえますので、ぜひやってみてください。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい。